国連大学の金沢市の拠点などが呼びかけ、先月24日の正午に初めて行われました。1日も金沢市役所前の広場に職員や市民が集まり、30秒間拍手を送りました。1回目やってみて、すごく良かったし、医療従事者の人にもありがとうって言ってもらえたり、その拍手した人が、感謝できて良かったっていう声をたくさんいただいたので良かったなと思います。永井さんによりますと、金沢市役所前の広場でのイベントは一旦終わりますが、今後も有志で続けていきたいということです。ゴールデンウィークも自粛が続く中、市の迎賓館は青い光でライトアップされています。石川県は1日から市の迎賓館など4つの施設を青色にライトアップしています。イギリスでは医療を象徴する色になっているということで、県はライトアップを通して新型コロナウイルスの診察や治療など最前線で働く人たちに感謝を示したいとしています。寝る間も惜しんでお仕事されていると思いますので、本当に頑張っていただきたいなと思います。我々が安心して暮らせるのもそういった方々のおかげだと思いますので、そういった取り組みはどんどんやっていただければいいんじゃないかと思います。